あと、ま、こちらは、労働基準局へ行ったときの、あのー、ま、最低賃金に関する内容と、えー、ま、女性金に関してですね、えー、最大600万円を女性っていうことで記載されてるんですけども、まあ、あの、一応ね、令和5年10月1日から、最低賃金1001円ということになっています。 だからね、あの、兵庫県、これ全体でどこでも、えー、1001円ということだということです。